YouTube。 それの足で並んでくださいね。それの足で。ふししさん、片山さんの美味しい聞きたい。どうだったんでしょうか。もう今ね、これちょっと時間が来ちゃいましたね。時間が来ちゃいました。はい、ちょっとね。30分以上だよ。やばいよね、ちょっとね、これね。もう、ね、もう、本当、全然動かないですね。まあ、でも、これだけ並んでるからね。そうですよね。そうね、本当に。お待たせしました。やっと買えました。30分以上だよ。やったと思いました。はい、こちらが銀パロウ。札幌濃厚香ばし豚骨味噌ラーメンでございます。やったー。終わった。そう、もうとっくに終わったよ。もううわ、もうちょっと見てください。これ、この銀歯ですよ、このゴマがね。銀歯。じゃあ、あれあれ、え、なんてお店だっけ。クソ親父、最後の一振り、ね、はい、店の名前がね、クソ親父ということでね。力入ってないです、はい、いただきます。ああ、いいですね。あのね、濃厚すぎないのかな。あの味噌の味はしっかり出てるんですけども、後味はそれほどあのがっつり残る感じじゃありません。これは食べやすい。で、生姜が効いてますね。で、味噌の香りはまずいよね。これごめん、そうだよね、はい、食い物の恨みは恐ろしいと言いますからね。お待たせしました。じゃーん、来たね。福島発出店、あさりラーメンです。ちょっと、これやべえ、このお肉の大きさ、ね、すごいですよ。やっぱりあさりがね、丸々入ってますね。はい、スープからいただきます。すごいじゃん、お肉をこう抱えて。あー、お醤油なんかあさりのこう出汁が結構染みてて、こっちもあっさりなんですけど、うん、染み渡ります。待ったもんね、40分間。いや、待ちました、ね、もう余計に美味しいですね、うん、いただきます。無事我々もお腹を満たすことができました。完食。完食です。いや、この味わい、感動、ぜひ福島ラーメンショーに来て楽しんでみてください。はい。ぜひお越しください。お待ちしてます。5月6日までですよ。はい。